山口県庁は広域自治体たる山口県の行政機関である。知事をトップとする知事部局内にキューブを有し、各部局のもとに過失を廃する。2006年4月に代々的な機構改革が行われたが、その後も随時見直しが行われている。外局として工業用水道事業、電気事業を担当する山口県企業局、議会事務局及び、 各行政委員会事務局、県の教育行政を担当する県教育長により組織されている。以下は、山口県行政組織規則、山口県企業局の組織等に関する規定及び、山口県教育委員会行政組織規則による。表示をクリックすると一覧を、表示県内各地に知事部局各課の所管する出先機関が89機関ある。 かつては軍部を含め県内全域に分散していた県出先機関は近年の組織再編の流れの中で統廃合が進められ県が設定する8つの地域における中心都市の総合庁舎内に大部分が集約されるようになった総合庁舎内には各地域名を冠した県税事務所県民局健康福祉センター土木建築事務所などの県出先機関が入居する なお、農林水産部の出先機関については、総合庁舎外に集約されたものも存在する。また、県財政が厳しい中、出先機関見直しの議論は、知事部局所管機関に限定されず、教育庁の所管する、県立高等学校や県警本部の所管する、警察署にも改革の波が及び、それらの統廃合が進められてきた。山口県の外閣団体は、 合計18団体ある。代表的なものは以下の通り。なお、県が100%出資する公社は3公社が存在していたが、2016年3月末で全て廃止されている。また、外閣団体の中には、中国電力の筆頭株主を務め、配当金の運用を行っていた山口県振興財団があったが、これも2012年3月末に解散している。 山口県が設置、運営するなどした主な施設は以下の通りである。近年指定管理者制度の導入や地方独立行政法人化が進められており、県が直接運営する施設は少なくなっている。表示をクリックすると一覧を表示。ありがとうございます。